ヒロガシラトラザメホロヘイリーローデズレガニはトラザメ科に属するサメの一種。ナミビアから南アフリカの沿岸に近い深海に生息する。体は頑丈で頭は短くて平たく、尾は非常に細長い。背面には暗褐色の複雑な模様がある。胸びれと背面の正中線上にはトゲの列がある。最大69センチメートルでオスはメスより大きい。 定性で、甲骨魚、甲殻類、頭足類を中心に、様々な餌を食べる。卵性で、卵は卵殻に包まれる。漁業で婚沌されるが個体数は増えており、IUCN は、保全状況を軽度懸念としている。1922年の漁業調査報告書において、南アフリカの魚類学者、ジョン・ギルクリストによって記載された。当初は、トラザメ属シルラニスとされ、 首相名レガニは、魚類学者、チャールズ・タテ・レガンへの懸命である。1934年、ヘンリー・ウィード・ファウラーは本種を、長崎・トラザメ属ハレイ・ローデズにホロヘイリー・ローデズ、ア族を新設して、本種を移した。その後、このア族は族に昇格された。記載論文で指定されたタイプ標本がすべて、失われたため、2006年にブレット・ヒューマンによって、 ホンデクリップベイから得られた63センチメートルのオスがネオタイプに指定された。本種とホロヘイリーローデズプンクタトゥスホロヘイリーローデズメラノスティグマの間では長期間にわたる分類の混乱がある。後者は何度も本種のジュニアシノニムとされ、それ自身も別種のホロヘイリーローデズグレニアンと混同されてきた。また、広がしらトラザメには ヒピカル型とノーシースターン型の二つのタイプがあることが知られていたが2006年にノーシースターン型は新種ホロヘイリーローデズヘイブスとして記載された。尾柄が非常に長いことと独特で華やかな背面の模様が特徴である。体は硬く頑丈で尾に向かって急激に細くなる。頭部は非常に短くて幅広く縦平たする。糞は鈍い。 目は楕円型で頭部の髪型に位置し、簡素な窓科膜を備える。目の下には太い竜気線があり、後方には噴水口がある。鼻光には口に達するほど長い全微弁があり、口は尖る。口外と口光底には顕著な乳頭突起があり、広角に唇しびらはない。歯列は平均して、上あごで65、下顎で60。歯は比較的大きく。 細い戦闘と1から2体の小戦闘を持つ。エラ列は5体。胸びれはかなり長く幅広い。第1背びれは腹気規定の後部から起死する。第2背びれは第1より少し大きく、尻ひれ規定の後部から起死する。腹気と尻びれは長くて低く、背びれより大きい。腹気の有利端は少し融合することがあるが、完全には融合しない。オスには細く尖った。 クラスパーがある。小柄は特に若い個体で細長い。おひれは全長の1、4から1、5に達し、下葉は小さく、常用の公園先端には血骨がある。皮膚は分厚く、よく石灰化した皮刃に減ら列周辺を除いて覆われる。胸びれの上面と糞から第二背びれまでの背面正中線上には大きなトゲ状の皮刃が見られる。体は 単光色から高褐色の地の上に不規則な形の多数の暗褐色の反紋が際立つ。反転は成長とともに拡大し融合して、生態では入り組んだ網目状や U 字型の模様となる。覆面は一様に白く、頭部、体、体びれの下面には顕著な黒い間隔光が開く。最大で、オスは69センチメートル、メスは52センチメートル。オスがメスより大きくなることは、 広がしらトラザメ族に一般的に見られるが多くの軟骨魚類と比べると特殊である。アフリカ大陸南端の固有種でナミビアのリューデリッツから南アフリカのダーバンまで見られる。古い記録では東アフリカ沿岸にも分布するとされているがこれは現在では別種とされている。で水深40メートルから最低でも1 7 5メートルまで生息し大陸外から 上部大陸斜面で豊富に見られる。南アフリカでは、南岸では水深100から200メートル、西岸では200から300メートルの大陸方の広い場所に豊富である。メスと妖体はオスより浅い場所で見られる。ほとんどの地域では年間を通じて個体数は一定だが、アガラスバンク南端の個体は秋に沿岸に向かって短距離の回遊を行う可能性がある。 ニセマツイカのようなイカも獲物となる。他の深海ザメと比べ大型の心臓を持ち、比較的活動的であることが示唆される。ジェネラリスト捕食者で様々な甲骨魚、甲角類、陶足類を捕食する。大型個体では魚が減り、甲角類の比率が増える。本種では捕獲できないと考えられる、高速遊泳性の魚類がイカら発見されている地域があり。 おそらく漁業廃棄物を砂取っていることを示すと考えられる。稀に多毛類、ヒドロウムシ、フクソク類やヌタウナギの卵を捕食することもある。胃には線虫や変形動物に属する寄生虫がよく見られる。卵性で一年中繁殖する。メスは片側の卵巣と両側の油卵管が機能し、各油卵管に一個の卵を持つ。卵は 長さ3.6から4.3センチメートル、幅1.2から1.5センチメートルの財布型の乱角に包まれる。乱角は淡かし色で四隅に長い巻きひげを持ち、岩に固定されると考えられる。表面はビロードのような質感で縦に錠が入る。散乱の感覚は不明だが、漁業からの回復力から考えると、かなり頻繁だと考えられる。 メスと幼体が浅い場所で見つかることは、浅場を生育場として利用していることを示すものかもしれない。不可児は1 1トル以下。オスは45から5 0ンチメートル、メスは40から4 5トルで、生成熟する。人には無害で、経済価値もない。ケープタウンでのメルルーサを狙った、底引き網漁によって、一般的に混獲される。 他の多くの軟骨魚類と対照的に、商業漁業による混格にもかかわらず、個体数が増加している。これは、本種の繁殖力が高いことと、繁殖が漁業活動の少ない朝場で営まれること、丈夫であるため混格後に捨てられても生き残ること、様々な餌を利用できることなどが原因だと考えられる。分布域が限られているため継続した監視が必要ではあるが、 IUCN は保全状況を軽度懸念としている。